はい、はい、白馬47の駐車場の奥ってすごいんすよこれ白馬47じゃないですか。でね、こっちが裏の駐車場ですよね。で今からね、すごいもんをお見せしましょう。すごいもんをお見せしたいんで、ちょっとノーカットだけど、お付き合いください。でこれ正面川でしょ。で右行くと帰るじゃないですか。で左側がさ、左ね、曲がるよ。ほら画面でわかるかな。なんかさ、山があるな、滝があるなって思って見てて、でさっき行ってみたんですよ。でどうせ大したことないんだろうなって、遠くから見たらなんかすごいそうに見えるけど、実際行ってみたら大したこともないっていう、そういうパターンかなって思ったんですよ。でもね、すごいっすよ。今から行きますね。すげえよ。こっからガタガタ道です。で、この手動なんで手で持ちますね。ここにさ、ちょっとした滝があるじゃん、これね。で、これもすごいんだけど、もっとすごいんですよ。この先。こんな岩が落ちとるっすよ、こんな風に。岩がすげえ、岩が落ちとる。で、この先ね、もっとすごいっすよ。よいしょ。このさ、坂さ、俺壁に見えたんですよ。ところがさ、道なんだよね。あの辺とか、ジムニーで遊べるよね。この車じゃいかんけどさ。で、二つ坂を越えて、すごくない？あれ、なんか滝が見えてきたでしょ。すごいんすよ。で、ここにすごい、もう、なんか山がありさ、こうやって。ちょっと降りてみますね。降りてみましょう。すごいっすよ。すごい。白馬47。晴れてきたね、やっと。で、あれもすごいけど、その前にこっちもすごいんですよ。これ、ほら。これ、魚降るって絶対。これさ、落ちたらさ、心臓麻痺だよね、これ。心臓麻痺で死んじゃうよ。これ、怖い、マジ怖い。で、あっち行きましょう。すげえよ、山すげえ。さあ、探検。すごいっす。ふぅ。山すごくね、これ。山すごいよね。山。ジブリアニメの世界だ、これ。呼んでいる胸のどこかをくれ。さあ、滝だぞ、滝。滝がすごい。で、ここで釣りできるんですよ、多分。ここ。これさ、よくクマがさ、魚取っとるシーンじゃない？これ。クマとかがさ、よくここで魚、こういうとこで魚取るよね、クマって。すげえ。圧倒されるわ。ちょっと画面では分かりづらいかもしれないですけど、相当すごいっすよ。相当すごい。あ、ちょっと危ないで降りる気にはなれんけど、すごいな。1,2,3,4 段。あの一番上とかすごい迫力だよ。水吹雪がさ、すげえわ。すごい迫力。これさ、皆さん来たら、見物してみたらどうでしょうか。うん、すごくちょっとした観光だよ、これ。
降りないようにしてくださいね。危ないでね。うん、危ないで降りない方がいいです。滑って頭打つと誰にも気がつかれんからね。すごいな。すごい迫力だよこれ。本当に3階建てぐらいの高さ、4階建てかな、3階建てか4階建て。あー、サビ。はい、そういうことでした。あー、すごい雲。はい、じゃあ八方根、明日は八方根です。よろしくお願いします。じゃあねー。